ああ、クリボー。お、これ。富士マーク、富士マークじゃん。富士テレビマークや。あ、これは誰？誰でしょうね、これ。女の子。これは誰だ？これ一人一人違うっていうのが面白いですね。助ける人がね。はい。うわ、これは誰だ？誰かわかんないですね。いますね。オールナイトニッポンだけの仕様の4の4でしたね。お、これは誰だ？誰かわかんないな。まあ、なんとかね、4の4クリアできましたけど。クッパまで来たんや。よし、行った。あ、たけしや、これ。これはわかるわ。これはたけしですね、間違いなく。よし、いった。やっといけた。めっちゃむずかったな、6の4。これ誰？サンマか？ちょっと違う気もするな。で、VS と同じ7の4ですね。パターン的に。迷路のパターンは。よし、クリアできました。これ誰？誰かわからんな。はい。これまだちょっとね、これ偽物らしいんですよね、このクッパ。ここは落ちたらあかんねんな、ここな。あ、思うんですけど、あそこね。よし、クッパが行けた。よし、クリア！やっとクリアした。ちょっと卑怯なやり方でしたけど、クリアしました。クイックセーブ使いまくりでしたけどね。おぉ、これ誰？誰やろうなぁ。黒柳徹子かなぁ。音楽は完全にスーマリ2のね、音楽になってるし。誰やろなぁ。たけししかわからんなぁ。いや、まさかクリアまでやろうつもりなかったんですけどね。ちょっと燃えてしまって、クリアまでやっちゃいましたね。まあちょっとクイックセーブ使いまくりで、ちょっと卑怯だったかもしれませんが、1機しかなかったし。